はい、どうも、芸能事務所の社長やってます。MJ と申します。40代、50代、60代向けで、芸能界での活動方法の完全攻略動画を撮ろうと思います。今まで普通に社会人をしてきた、平凡な生活をしていたけれども、実はもともと芸能活動をしたいという夢があった、そんな方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今からでも好きなことをしたいなぁと、そんな方はぜひ今日の動画を見てほしいんですけれども、まあ MJ はですね、普段20代向けのこう情報発信多かったんですけども、最近ですね、40代とか50代とかシニアさんからの、まあ、相談がちょっと増えたので、まあ、今回の専用動画を撮ることにちょっとしました。はい。で、芸能界って年齢によって戦略が違うんですよね。子役、学生、18歳以上、まあ、30代、40代以降で、もう仕事の種類も戦略も全然違うんです。そこで今回はね、40代以降で、これから芸能活動や SNS、まあ、はたまたこう文化人を目指したいみたいな、そういう方に向けてこう芸能活動していくための手順っていうのを解説したいと思います。で、正直芸能界って汚い業界なので、まあ、口うまいこと言って、騙して大金を払って、で、事務所に入ったのはいいけど、実際にはこう全然売り込みしてくれないみたいな、そういうね、ちょっと悪い事務所もね、多かったりするんですよ。そういう方からの相談も結構 MJ いただいてるんで、じゃあこれからやりたい人がそういう風に騙されないように、まあ、この芸能活動を始めて好きなことをするような方法を完全解説します。ぜひね、今日の動画最後まで見てください。はい、ということで本題入っていきたいと思うんですけど、まずはですね、こう芸能活動を始めたい方、これね、40代以降じゃなくても、もう全員に当てはまるんですけれども、まず、芸能活動をしたいなら、振り子の原理、まあ、はたまたこれ、振り子の法則っていう、そういう原理、法則があるんですけど、これを知らないと、芸能活動はできないので、まずはもう芸能をやる人絶対見てほしい前提知識、振り子の原理、振り子の法則を解説したいと思います。まあ、ここにちょっと振り子のイラストがあるんですけれども、今から MJ が説明する振り子の原理、これは原理原則です。あ、ごめんなさい、まずね、原理原則ってどういう意味かっていうと、絶対にそうなると決まってること、これを原理原則と言います。まあ、例えば、重力ってあるじゃないですか。じゃあ、例えば MJ 今ペン持ってます。で、これペンを離したらどうなるかって言ったら、落ちますよね。これ、ペン離したら上にフィーって上がっていくってこと絶対ありえないじゃないですか。だから、重力あるからもう離したら落ちる。これ絶対決まってる。そうなると決まってること。これ原理原則と言います。今から MJ が解説するこの振り子の原理、これも原理原則。こうなるとほぼ決まってることです。はい。まずはじゃあ、物理学で。物理学で言うと、振り子の法則って、例えばじゃあ、振り子がありますと。プラスの10センチに振り子が触れたら、その後、マイナス10センチの方向に動きますね。で、こうやってチックタック、チックタックって動きますよね。で、この振れ幅が、じゃあ10センチじゃなくて、なんかこう、30センチ触れたら、マイナス方向にも30センチ触れるみたいな感じで、プラスに行った方向と同じ数だけ、後からこう、マイナスにも触れますよ、みたいな。こういう原理、原則です。で、これ、物理学だったら皆さんわかると思うんですけど、プラスになんか30センチ触れたのに、マイナスはなんか5センチしか触れませんでしたってことないですよね。ここ絶対等倍になるっていう。これが物理学でいうところの振り子の法則、振り子の原理になります。で、まあ、今のはわかりやすいように物理学で解説したんですけれども、これ、この振り子の法則って物理学じゃないこと、もう世の中のありとあらゆる全てのことにこの振り子の法則、振り子の原理が当てはまるんですね。はい。例えばなんですけれども、春夏秋冬、春夏秋冬ってあるじゃないですか。あれって振り子の原理なんです。1年を通して。例えば、夏が一番暑い、冬が一番寒いですよ。で、春と秋はまあ、なんか、ちょうどいい気候だと思うんですよ。だからまずちょうどいい気候、春がありますと。で、暑い夏が来ますと。で、また秋が来ますと。冬になりますと。春、夏、秋、冬。春、夏、秋、冬って、こういう風に振り子の原理で年間、1年は進んでいくと。はい。これ、じゃあ1日でもそうですよね。昼が一番暖かくて夜が一番寒いんですよ。だから朝、昼、夕方、夜。朝、昼、夕方、夜。みたいな感じで、1日も進んでいくと。まあ、こんな感じで、いろんなとこを見ると、自然界のことを見ると、ほぼ全てに振り子の原理が当てはまると。だから芸能活動にも当てはまります。皆さん、ギブアンドテイクって言葉聞いたことあります？ギブアンドテイク。何かを与えて、そしたら何か一個返ってくるみたいな。これ、要はギブアンドテイクって振り子の法則なんですよ。人に何かを与える。ば、自分のところに帰ってきますよね。で、1ギブしたら自分のところにも1帰ってくる。まあ、例えばコンビニで皆さん何か買い物すると思うんですよ。じゃあ、100円の肉まんが欲しいなと思ったら、100円を先に払う。そしたら100円の肉まんもらえましたみたいな。だからこれ、100円払ったから、100円相当のものがもらえる。こういうことなんですね。はい。芸能活動も同じです。つまり、自分が、じゃあ、例えば、じゃあ、わかりやすいギャラにします。じゃあ、芸能活動で、じゃあ、
5万円ギャラ稼ぎたいってしたら、5万円分の労働しないといけないんですよ。じゃあ日給1万だとしたら、5日間、まあ、エキストラでも何でもいいんで、5日間仕事頑張る。その対価として5万円いただけますと。こういうことなんですよ。じゃあ自分が知名度上げたい、有名になりたい、芸能活動で活動したいってなったら、その分、たくさん努力したり、仕事たくさんしたりして、結果として自分に返ってくる。自分の知名度っていう形でね。これが、振り子の法則になります。はい。もうちょっとわかりやすいように、ギブアンドテイクでお話しします。はい。逆に、ギバーじゃなくて、ギバーテイカーって言うんですよ。ギブってのは与える。テイクってのは、まあ、もらう、奪うですよね。与える人のことをギバー。もらう人のことをテイカーって言うんですね。はい。で、今日、僕がまず一番最初に言いたいことは、ギバーにならないと芸能活動は成功しないですよって話です。だから、ギブアンドテイクじゃダメだし、テイクはもっとダメ。テイカーはもっとダメなんですよね。どういうことかっていうと、じゃテイカー。お仕事欲しいです。仕事ください、仕事ください。私が有名になりたい。私が有名になりたいみたいな、自分のことだけしか考えてない人。そういう人って、要は、自分が有名になりたい。自分が、芸能活動したい。自分が稼ぎたいっていう、自分のことばっか考えてるんですよね。そういう人って、何かとか出てくるんですよ。で、わかりやすい話で言うと、騙されるんです。芸能活動で。例えば、養成所とか。知名度上げたい、自分が有名になりたいとかで、もう仕事ください、仕事欲しいですって言って、なんか自分磨きとか怠って、そういうことずっと言ってると、甘い言葉に誘惑されて、あ、なんか、じゃあ、うちの事務所来ますみたいな。で、年間50万かかりますよって言って、払いますって、なんか払っちゃった、みたいな。だから、最初に自分のことってやっちゃうと、要はテイクになっちゃう。テイカーになると、出てっちゃう。そうじゃなくて、ギバーになるといけない。だから、相手のために何できるかみたいな。まずは自分が相手にギブをする。そうすると、ギブすると、後から自分に返ってくるっていう形ですね。はい。なので覚えてほしいのは、何かを与える人は自分に返ってくる。これがまず前提知識です。はい。じゃあ、この前提知識を踏まえて本題です。芸能界でね、こう40代以上の方はまとめてシニアと呼ばれることが多いんで、まあ、今回ちょっとシニアってまとめて、まあ、40代も50代も60代も言わせてもらいます。じゃあ、シニアは芸能活動で活躍することができるのかっていうとですね、活動可能です。で、2パターンいます。シニア、1パターン目、活躍全くできずぼったくられる人と、しっかり活躍できる人の2種類のタイプがいます。はい。あなたはどっちでしょうか？今から MJ が解説する2種類のタイプ、どっちに当てはまるかね、ぜひ確認してください。で、ちなみに1番目から2に移動することも、2から1になることも可能です。もし自分がね、1位のタイプで、つまりこれですね、活躍全然できなかったと、ぼったくられてしまったとか、騙されてしまったとか、そういう経験がある人間であれば、ぜひ MJ の話を聞いて2に移動してください。はい、要注意です。はい。じゃあまず1番目、活躍できずにぼったくられてしまうよみたいな人、これどういう人が多いかっていうと、まず事務所のマネージャーとか社長さんの思考を知らない。つまり事務所は何をしたいのか、事務所が求めてることは何なのか、そういうことがわからない。そして、他力本願な人。なんか自分で努力をして、こう、自分で上がろうじゃなくて、事務所に売り込んでもらおうみたいな。誰かにやってもらおうみたいな。これってギブテイクで言うとテイクじゃないですか。自分楽して誰かに売り込んでもらいたいみたいな。そういう方は本当に危ないです。結果テイカーになってしまうから、出てってしまうんですね。お金ぼったくられてしまうみたいな。はい。じゃあまずは、そうならないために、まあ、結論、ギブアンドテイクの話をしたし、こう、振り込み返りの話もしたから、事務所に何かを与えれる人間になればいいんですよ。じゃあ事務所のマネージャーさんとか事務所の社長さんが、何を求めてるか、何をされたら喜ぶか、これを知らないと、絶対に事務所に何かを与える、事務所にギブできることないですよね。だからこっからまず MJ 芸能事務所の社長もやっているので、事務所の思考をお教えします。事務所はこう考えてます。いいタレントを見つけたらスカウトして所属させて、投資をたくさんして、育てて、そしてたくさん売り込もうっていうふうに事務所は考えてます。もしくはこういう事務所もあります。本気でやりたい人がいたら、まあ、レッスンとかマネジメントを提供して仕事を振るみたいな、そういう事務所もあったりします。はい。で、ちょっと一個皆さん、シニアの厳しい現実をここからお話しします。今から話すことはもう絶対的事実で覆らないです。で、厳しい現実なので、もうちょっと知りたくないよ、みたいな。現実見たくないよ、みたいな方は、ここで YouTube を閉じた方がいいのかなと思います。まあでも、厳しい現実で知って、それでも、私はそのシニアでもちょっと厳しいかもしれないけど、それを乗り越えて本気で芸能活動をやりたいっていう方だけこの先見てください。厳しい現実。事務所が投資をして売り込んでくれるのは、若い人、まあ、18歳までしかいないっていう現実があります。これ、覚えておいてください。要はシニアになったら投資されません。なんでかっていうと、事務所って、芸能事務所ってじゃあ、投資してタレント育てたら、お金回収しないといけないじゃないですか。だから、芸能事務所も、いい芸能事務所は、さっきの振り込み原理分かってるんで、先に義務するわけです。
先にタレントに投資をして、タレントが売れてくれたらお金が返ってくるって考えてるわけですよ。じゃあどうやって事務所投資を開始するの？これ正直芸能界ってどうやって投資回収するかっていうと、特に大手になればなるほどそうなんですけど、こう水商売とか、なんかアイドル的に売り込んでいく必要があるんですよね。つまり異性の人気を集めるんですよ。例えば16歳の可愛い女の子を、事務所がレッスン費とか、衣装代とか投資してアイドルとして有名にさせて、じゃあアイドルとして知名度上がって、じゃあ AKB とか乃木坂とかデビューしましたってなったら、事務所が儲かりますみたいな感じですよね。はい。はたまたイケメンの男性いたらめっちゃ、育てて、イケメンの有名俳優にして、で、仕事いっぱいできるから、それでお金回収できるみたいな感じですよね。はい。で、基本的には、芸能事務所は、イケメン美女で若い子に投資をするんですよ。なぜかというと、異性の人気を集めて課金させる必要があるんですよ。やっぱね、お金稼ぎやすいのって、アイドルとか水商売的な、まあ、異性の人気を集めてお金をいただく行為。これが芸能界では一番、お金稼げるんです。まあ、だからグラビアをやらせたがる事務所も多いし、最悪な事務所はなんかうまいこと騙して AV にデビューさせるみたいな事務所も、悪い事務所もあるわけですよ。それが一番稼げるから。やっぱり芸能事務所もビジネスなので、こういう考え方してる事務所は多いです。はい。まあ、わかりやすく言うと、若いイケメン美女は事務所が大金かけて育てても、人気が出ればお金を回収できますと。はい。で、25歳を過ぎたら、事務所が投資したいって思うことがなくなってきます。例えばじゃあ、育成に5年かかったとしましょう。事務所が、レッスン費出しますと、いっぱいレッスンさせますと、育てますと、5年育成したとしましょう。じゃあ、25歳の子を、女の子を、5年育てて、デビュー時、30歳になってたら、もう30歳から、異性のファンがつくかってあんまつかないし、そんなにお金回収できないんですね。じゃあ18歳の可愛い子に投資したら、まあ23歳ぐらいだったらまだ、乃木坂とか全然まだお金回収できますよね。正直18歳より若い方がいいんですよ。だから中学生ぐらい12、3歳とか12歳の子を5年育てて17歳でめっちゃ有名アイドルにして金稼いだ方が事務所が儲かるんですよ。はい。だから若い可愛い子の方が人気出るし回収が可能。こういう風に芸能事務所は考えております。つまり芸能界は25歳を超えるかどうかで誰がお金を出してくれるか、ここが変わってくるわけですね。まあ、さっきの説明で言うと、お金を回収したい、お金を投資して回収したいって思う大手事務所は若い子にしか投資しません。はい。これ投資一覧です。まず0歳から10歳の子役みたいな子がいたとしたら、この子役って自分がお金払って芸能活動絶対しないじゃないですか。子役が自分でお金払ってレッスンするわけないですよね。親が投資するんです。親が子供に投資する。で、子供が売れたら、まあ、親が、やった、うちの息子が有名になったら嬉しいし、あ、なんかめちゃ有名だからお金も回収できるみたいな感じですね。次、11歳から18歳。まあ、これ、小学校高学年から、まあ、中学生、高校生まで。これは、大手事務所が投資します。大手事務所が投資して、すごい、5年ぐらい育成して、まあ、11歳から育成すれば16歳、18歳から育成して23歳ぐらいになって、ようやくお金が回収できると。はい。で、次、16歳から25歳。これは、中堅事務所、19から25歳、これ中堅事務所、一部の中堅事務所だったら、ここも投資してくれる可能性があります。はい。まあ、その代わりちょっとテレビよりもネット SNS 寄りになってくることも多いです。例えば TikToker みたいな、 YouTuber みたいな、TikTok ですごい育てて TikTok ライブ配信とかですごいお金を、利益を生み出せるタレントを作って、それで回収するみたいな、そういう事務所が多いですね。はい。で、正直26歳以降はもう自己投資です。もう、さっきの現、お話で言うと、26歳過ぎると、大手は別に投資したくないんです。大手なんかもう、人気だし、若い子いっぱい来るわけだから、わざわざ26歳以降の子がオーディション来たって、この子にお金を投資して育てようなんて思わないんですよ。なので、もしこの動画見てる方は、まあ、今回はね、40代以降だと思うんですけど、26歳過ぎてるよって方はもう、自己投資です。自分に自分で投資するしかない。そして自分で回収するしかないです。はい。で、これはお金を投資するだけじゃなくて、マネジメントの優先度も同じです。はい。投資だけじゃなくて、積極的に売り込むのは25歳以下なんですよ。理由同じです。じゃあ、18歳の子めっちゃ売り込んで、人気出たら儲かるし、でもなんか40代の方めっちゃ売り込んでも、なかなか人気出ないんですよ。なかなかお金回収できないんですよ。まあ、なので、マネジメントとかも、もう投資とかも基本的には若い子がされてしまう。これが厳しい現実です。はい。なので26歳過ぎたら大事なことは、マネージャーや事務所の社長は売り込んではくれません。ただし、これは覚えておいてください。売り込んではくれないが、仕事があればくれます。
はい、売り込んではくれないですけど仕事があればくれる、こういうふうに思ってるわけです。はい、それは何かというとキャスティング案件があったらあげるんですよ。結局芸能事務所っていろんなそのキャスティング会社さんとつながってていろんなお仕事いただけるわけですね。例えばじゃあ、映画で40代上司役募集っていうのが来たら、これは40代以降のタレントがいたらお仕事は一応振るんですよ。例えばこれじゃあギャラが2万円だったとしましょう。40代上司役の募集です、ギャランティー2万円ですってなったら、まあ、大体の事務所はあの6対4もしくは7対3とかだと思う。事務手数料が3割か4割ってなると、じゃあ2万円のギャラとお仕事があった場合、タレントは大体1万2000円から1万4000円ぐらいもらえると。で事務手数料は、まあ事務所の利益は6000円から8000円が利益ってわけですね。だから、こういう仕事があれば振りはするんですよ。振る分には損しないから。はい、なので仕事をしてくれる分には事務所は儲かります。だから事務所は投資して育てはしないけれども、キャスティング案件40代以上50代以上の案件があったら、まあ、そこは取り逃すのもったいないし、キャスティング会社さんとの付き合いもあるので、そこには、タレントは派遣したいんですよ。だからキャスティング案件の応募とかはしてくれます。はい、ここを覚えておいてください。投資はしてくれないけれども仕事はくれる。これが正直深夜の活躍の仕方。結論、26歳過ぎたら自分の生、まあ、育成は自分で投資をする。自分でレッスンは自分でお金を出して受ける。事務所からは案件をいただいて仕事をする。これがシニアの正しい活動の仕方になります。なので、大手の養成所とかの甘い誘惑に騙されないでください。あなたを売り込むよ、ありえないんですよ。大手の芸能事務所なんて若い子以外、めっちゃ売り込まないんですよ。回収できないから。はい。で、大体こういう風に、あなたを売り込むよとか、めっちゃ仕事あげますよとか、そういうこと言ってくる事務所は、蓋を開けてみたら、年間80万円から年間100万円かかります。払ってねとか言って高いレッスンだけ売って、実際には仕事くれない。こういう事務所はとても多いです。もしくは、なんか、テレビ番組のリポーターになりたい方を募集しまーす、みたいなことを言って、そういう切り口で人を集めて、で、ぼったくる。です。はい。で、正直じゃあテレビ番組のリポーターとか、まあ、映画とかドラマの役ができるのって、もともと知名度がある人だけの話なんですよ。じゃあ皆さん有名な、テレビ番組見てみてください。有名な、地上波のテレビ番組で、じゃあ リポーター役の人いたとしたら、無名な人、はじめまして、僕、芸能とか全くやったことないんですけれども、リポーター初めてやらせていただきます、みたいな人、出ないですよね。なんか見たことあるタレントさんとか、昔から芸能活動で活躍してた方だけしかリポーターやってないですか、テレビ番組の。だから、ありえないです。これから始めたいあなた、テレビ番組のリポーターになれますとか、ありえないです。はい。もともと知名度ある人しかできないです。はい。無名な人は見たことないと思います。これが現実です。はい。結論、あなたを売り込むよ、マネジメントするよ、は嘘なので、騙されないように気をつけてください。甘い言葉には乗らないでください。はい。シニアの方、まあ、40代、50代、60代が、事務所に売り込んでもらいたいな。こう考えた時点で、テイカーの思考です。ギブ、テイク。ギブは与える。テイクは、まあ、もらう。やってもらいたいな。これは、ダメです。テイカーの思考です。結局、そう、自分がテイクになると、後から出てっちゃう。これが振り込み原因。そうじゃない。相手に何かを与える。ギブをしないと、自分に何か返ってくるんです。はい。だから、どうすればいいかっていうと、自分で、自分に投資して、自分がいい商品になって、事務所の仕事増やしてあげよう。事務所に仕事増やしてあげよう。こういう思考だったらギバーですよね。じゃあ、芸能事務所があったとして、私がもうめっちゃいいタレントになるので、私はもう、どんな仕事でもするんで、もう事務所の利益を上げてあげます、みたいな。そういうタレントはギバーです。こういうタレントさんは、正直仕事が来るし、ぼったくられることもないと思います。はい。じゃあ、もう具体的にどうすればいいのか。シニアでもしっかりと活躍できる、タレントになる可能性はあります。そういうことは可能なので、やり方解説します。具体的にギバーになるって言っても、じゃあ具体的に何すればいいのってなるので、具体的に活躍できるシニアの条件、この6個の条件があります。この6個の条件を、どれかしらをやってください。自分に合うものを選んで、どれかしらをやってください。そうすれば、シニアの方でも芸能活動をすることは可能です。じゃあこのね、活躍できるシニアの条件6個お話しする前に、ちょっと皆さん、ごめんなさい、これ一発撮りでね、ちょっとね、喉渇いたんでね、ちょっとレモンティーを飲みたいと思います。ちょっとこのレモンティーだけ飲んだら、始めます。喋り疲れたんで、喉がちょっと枯れてきますね。ちなみに皆さん、これ、紅茶なんですけど、ウーロン茶って飲んじゃダメですよ、タレントの方。特に歌手やってる方とか、舞台の本番前の方、ウーロン茶絶対飲んじゃいけないんで、これ知ってる方いますかね。ウーロン茶飲んじゃうと、喉の粘膜
がやられて声出づらくなっちゃうんですよ。で、MJ 撮影の時とか、ウーロン茶飲まないようにしてますね。はい。ぜひ、これからタレント目指したい方覚えててください。本番前とか、セリフ喋れなくなっちゃうんで、ウーロン茶飲まない。はい、ということで、ここから本題入ります。じゃあ、このね、活躍できるシニアの条件6個あるんで、1から解説していきます。1番目、もともと実績がある人。まあ、これはもともとテレビとか映画舞台に出演して知名度がありますよ。そういう方はそもそもオファーが来るんで、活躍できます。ただおそらくこの動画を今見てる方はそういう経験ないと思います。もともとやってましたみたいな。こんだけ実績ありますとか、こういう知名度ありますとか、ないと思います。なんか、Google で検索した時に Wikipedia が出てきますみたいな。そういう実績ある方は、まあ、割と仕事は来やすいのかなと思うんですけれども、ほとんどの方がそうではない。実績がない方がおそらく見ていて、これから活動していきたいなって方もいると思うんで、そういう方じゃあどうするかっていうと、2番目、中堅事務所に入りましょう。大手絶対入んないでください。実績がないならもう中堅事務所以外ありえないです。大手、実績がない状態で大手芸能事務所行こうとしても、養成所に誘導されて、人数も多くて埋もれてしまいます。実績がないと売り込まれないです、大手には。はい。なので、もし、全く未経験、実績ないよって方は、有名な大手の芸能事務所じゃなくて、中堅事務所にしましょう。まあ、大手もね、1000人とかいたりするし、だって、今から大手事務所入ったってさ、大手の大御所ベテランがいるのに、その人たちに勝てるわけないじゃないですか。その人たちが仕事いっぱい持ってっちゃうから、皆さんに仕事回ってこないんですよ。じゃあ有名なシニアタレントがいない中堅事務所に入った方が、いい仕事回ってきますよねっていうお話です。はい。そして3番目、趣味的に仕事をする。はい。これは今日はどういうことかっていうと、主婦をしながら、休みの日に芸能活動するみたいな話とか、もしくは、経営を自分でやってるみたいな、会社経営してますとか、個人事業主で何か仕事してますとか、そういう本職をこなしながら、本職をメインで、本職が休みの時に、芸能活動をする。これが結構おすすめですね。例えばじゃあ、弁護士の事務所を経営してますみたいな方がいたとします。そしたら、普段じゃあ弁護士の事務所の経営、会社の経営をしてて、自分は社長なので、あんま稼働する時間がそんな多くなくていいじゃないですか。だから、基本的には社員とか弁護士に仕事をやらせて、で、自分は芸能活動をやる。とかですね。はい。こういうことすると何がいいかっていうと、例えばじゃあ弁護士やりながら芸能活動やってますって言ったら、アベマプライムとかニュース番組とかで、なんかそういう、今日は弁護士の専門の方にお意見をお聞きしたくてお呼びしてますみたいな、そういう番組あるじゃないですか。ああいうとこに呼ばれるんですよね。ってなると、テレビに出て自分の知名度が上がると、自分の弁護士事務所の知名度も上がりますよね。そうすると、じゃあ弁護士事務所の売り上げも上がるし、自分も芸能活動できるし、結構ウィンウィンなんですよ。はい。なので、結構おすすめなのは、自分が経営者とか、自分が個人事業主とか、本職があって、プラス芸能活動をやる。これ本当おすすめですね。はい。で、まあ、文化人みたいな感じでもいいですし、もちろん俳優もやりながら弁護士事務所経営するもいいと思います。はい。で、絶対にやっちゃいけないのは、フリーター的な感じで芸能とバイトを両立するみたいな、これは絶対にやめてください。これなんでフリーターみたいな感じでバイトをしながら芸能活動をやるのがダメなのかっていうと、結論、テイカーになりやすいんですね。まあ、さっきの振り子の原理でいう、ギブが与える人、テイクが自分がもらう、奪う人だとすると、もうテイカーになりやすいんですよ。ギバーになれる人、与えられる人って自分に余裕がある人なんですよね。例えば、しっかりと会社に勤めているとか、まあ、しっかりと自分で経営をしているとか、資金がちゃんとある。お金を稼げている人って余裕があるじゃないですか。であれば余裕があるから人に何かを与えることができるんですけれども、じゃあフリーターって余裕ないですよね。資金的な余裕がないから、時間的にも余裕がないから、たくさん仕事やりますよみたいなこともできないし、何かこう与えるっていうことができなくなります。基本的にはテイカーになります。まあ、あとは、納税額が違うんですよね。会社員とかしっかりとお金稼いでる人ってちゃんと国に税金を払うじゃないですか。一方、フリーターって納税額少ないですよね。これもじゃあどっちがギバーかって言ったら、しっかり納税する方がギバーですよね。なので、そもそも、40代とかちゃんと超えて、ちゃんと芸能活動したいのであれば、職にはちゃんとつく。ちゃんとお金を稼げている。ちゃんと活動資金がある状態で、不安定じゃないように芸能活動をしてください。なのでね、この動画を見て、バイトしながら、もし芸能活動やってる方いたら、一旦
別にバイトじゃなくて何か自分で個人事業やろうかなとか、まあ、どっかの会社に入ろうかなみたいなことは考えてもいいと思います。正直今の時代もう40代超えたら会社員やりながら芸能活動全然できるので、そっちのやり方の方が全然いいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、なので、芸能活動だけを本業にするんじゃなくて、主婦やりながら芸能みたいな、何か経営しながら芸能の方がいいです。まあ、特に経営とかやりながら芸能の方が、実はオーディションも受かる確率高いんですよね。じゃあ例えば弁護士役を募集しますって時に、弁護士事務所経営してます、僕弁護士の資格持ってますって言ったら、はい、あなた採用ってなるじゃないですか。なんで別に美容師やってます、美容師役募集、あ、私美容経営してますあなたってなるじゃないですか。だから、芸能活動って実は特技がある人が有利なんですね、オーディションでは。って時に、じゃあ本職実はこういうことやってますみたいな、なんかパーソナルジムのトレーナーやってますってなったら、あ、トレーナー役あなたですってなるんですよ。だから一番オーディション受からない人って俳優しかやってない人です。俳優しかやってない人特技がないから、演技はできるのかもしれないけど、なんか具体的にじゃあ料理人の役の時にやっぱ料理人の方が採用しやすいよなって思われてしまいます。これは実際にCM とかのキャスティングをしてる MJ の目線ですし、まあ大手の芸能事務所さんもその採用するときに特技があるかどうかっていうのはすごい見てるんですね。はい。まあ過去には MJ テレビ CM で西条タクシーさんの、テレビ CM を、キャスティングしたことがあるんですけれども、やっぱじゃあ免許がない人をタクシーの運転手役できないじゃないですか。っていうようなイメージです。すごいわかりやすい話をしました。はい。なのでぜひね、しっかり特技を作るみたいな意味合いでも本職何かあった方がいいんじゃないかなと思います。はい。そして4番目、セルフマネジメントです。はい。セルフマネジメント、つまりさっきみたいに自分で自分のことをマネジメントしましょう、自分で自分のことを育成しましょうという話です。大手にいる実績ある人しかマネジメントはしてくれないです。もともと有名な人とかで、しっかりとこう子役から芸能ずっとやっててめっちゃ有名なあの人みたいな、そういう人って付き人とかつくし、マネージャーがしっかりついて、はい、今日のスケジュールはこんな感じですみたいな感じでやってくれるんですけれども、まあ要はちゃんと利益を出せるじゃないですか、そういう実績がある人で。利益ちゃんと出せるからマネージャーがつくんですよね。なので、実績がない方はマネージャーがつくことはないんですよ、利益がないから。はい。だから自分で自分のことをマネジメントしないといけない。自分で自分の商品作りをする、美容とか、まあ髪型とか、潜在写真とか、服装とか、はたまた、まあ、自分で演技力を磨くのか、何か特技を作るのか、例えばアクションをできるようにするのか、盾をできるようにするのか、そういうのは自分で自分に投資して自分で商品を作る。はい。そして自分で売り込むっていうのが大事です。はい。で、特に大事なのは3つありまして、芝居力とSNS とキャラ作り、この3つはしっかりやっといた方が、オーディションとか採用される確率が高くなります。やっぱり、シニアは唯一有利な点が、その20代ってめっちゃライバル多いんですけど、その30代超えると諦めてシニアになるとライバルが減っていくんですよ。って時にしっかりとお芝居ができると、その採用されやすいです、ライバルがそもそも少ないので。はい。そして、キャラ作りですね。そのまあ、さっきの例だと分かりやすいと思うんですよ。その弁護士役を、その実際の弁護士がやるみたいな感じで、じゃ自分はどういうキャラクターが得意なのかとか、自分はこういうキャラを演じるのが得意ですみたいな、そういうキャラを作って、そしてそれを、潜在写真とか、プロフィールとかでアピールすることができたら採用される確率は高くなります。はい。そして SNS なんですけど、これ SNS は正直絶対やってください。これは、40代以降だけじゃなくて、もう全年代です。子役だろうが、学生だろうが、20代だろうが、30代だろうが、40代だろうが、SNS 絶対やってください。はい。実際に、90歳のおばちゃんがゲーム実況をやって有名になった例とかもありますし、MJ の知り合いですね、TikTok で、こう、おばちゃんが出てて、その人も80だか90歳とかで、なんか、今話題の、TikTok でダンスをするおばあちゃんみたいな感じで、ニュース、どのニュースだったか、テレビのニュース番組に取り上げられたんですよ、実際に。報道ステーションだ。報道ステーションに取り上げられたという例もあります。だから、そういう、SNS やってるってだけで仕事が来るんですよ。あとは、知名度があると仕事も有利です。はい。正直テレビとかって、まあ、映画とか舞台もそうなんですけど、集客力ってめっちゃ大事なんですよ。じゃあ舞台やった時に、舞台のノルマがあるじゃないですか。チケットを売れる人の方が出演できますと。映画も同じですよね。観客動員数ってのがあるから。だから知名度ある人の方がチケット売れやすいから採用されますと。でテレビも視聴率というものがあります。視聴率を高くするために、まあ今は YouTuber とか人気 YouTuber とか人気タレントとかインフルエンサーという方が使われます。実は今テレビに出てる半分以上の方はインフルエンサーと呼ばれるフォロワーが多い人たちです。
そうしないと視聴率が上がらないからですね。じゃあ無名な、じゃあ40代のおじさんと、フォロワーが50万人いるおじさんがいたとして、二人とも同じ演技力だとしたら、どっちが採用されやすいでしょう。もちろん、SNS のフォロワーが多い人の方が採用されるわけです。つまり、それ、付加価値になるんですね、SNS やってることが。はい。なので、SNS は絶対にやっといた方が、オーディションも受かる確率も上がるし、仕事が舞い込む確率が高くなります。はい。そして何より、有名になれます。正直、SNS やんなかったらもう有名になれないです。さっき言ったように、大手は売り込んでくれないし、じゃあテレビでも、その、じゃあテレビドラマで主役が50代のおじさんってなんもないと思うんですよ。例外木村拓哉が演じますみたいな、そういう番組だったらあると思うんですけど、ほとんど20代とかの人気俳優とかですよね。だからなんか40代50代から、芸能を始めてテレビに出て有名になることってないんですよ。でも SNS でしたら有名になれる可能性があります。実際90歳のおばちゃんがゲーム実況で有名になってる例もありますしね。はい。あとは MJ がプロデュースさせていただいた方で、42歳の女性で3ヶ月で TikTok のフォロワーが1万人いったような方がいます。今は2万5000人ぐらい TikTok のフォロワーがいて、 YouTube も5000人ぐらい、まあ10万人目指して今プロデュースをやってるんですけれどもね。あ、MJ あの、芸能事務所やりながら YouTube とか TikTok のコンサルの会社経営してるんで、ここに今銀の盾見えると思うんですけど、これ MJ がプロデュースしたチャンネルで登録者10万人達成しましたね。はい。まあなのでそういう風にフォロワー増やしていくと知名度上がりますと、あなたにファンができるんですちゃんとっていうお話です。逆に SNS やんないと、あなたに来る仕事はエキストラ、なんか通行人、セリフもなしの通行人、テレビ後で見てみたら、なんだよ俺出たのにほぼ映ってねえじゃんみたいなことが起こり得ます。そうじゃなくて自分にしっかりとファンをつけていくってのが大事です。そっちの方がね、舞台やるって言った時も、チケット買ってくれるファンが来てくれます。はい。そして5番目、こちらもおすすめ、制作サイドに回る。ここから結構 MJ おすすめなんですけど、ただ自分がプレイヤーになるんじゃなくて制作サイドに回っちゃうっていうのがいいんですよ。つまり映画プロデューサーとかを自分でやるんですよ。自分で映画に出資して、そうすると何がいいかっていうと自分も出演できるんですよ。じゃあ映画のプロジェクトがありました。じゃあ私が、この映画のプロデューサーやります、出資します、じゃあ私も出してくださいって言えるんですよ。そういう風にやった方がただの役者より立場が上になることができるんですね。はい。じゃあ、さっきのギバーテイカーの話でも、出資してる分相手にギブ、映画プロデューサーやったら、じゃあ映画団体にお金を出してるって、これギブじゃないですか。そしたらじゃああなた出ていいですよって返ってくるわけです。でこれギブアンドテイクですよね。はい。そして、ただ私を使ってくださいって役者よりも、自分が映画のプロデューサーですって方が立場が上なんですよ。そしたら自分がプロデューサーやってるから自分が選べるんですよ。だから、じゃあ私プロデューサーだから私がキャスティングしますつって、書類選考見てこの人採用、あなた選ぶ側になれます。そして自分で自分を選ぶこともできます。だから、ぜひただただ、自分で、やってるだけじゃなくて、映画プロデューサーになるとか舞台の制作を自分でやるとか、そういう風にやっていくと自分で自分の仕事を作ることができます。はい。そして6番目、プレイングマネージャー。これめちゃくちゃおすすめです。はい。プレイングマネージャーとは何かっていうと、ですね、実際にマネージャーをやりながら自分も役者をやるみたいなことですね。芸能事務所に入ったことある方だったらわかると思うんですけど、マネージャーっているじゃないですか。実はマネージャーが自分で仕事やってる場合もあるんですよ。自分もタレントやってますみたいな。自分も俳優やってます。で、マネージャーもやってますみたいな。これもめちゃくちゃいい。何がいいかっていうと、これもさっきと同じように自分が立場は上なんですよ。はい。事務所で要はキャスティング案件を役者に振る側になれるんですよ。プレイングマネージャーになったら、はい、こういう案件来ました、40代男性、弁護士役、さあ誰かやりたい人いますかつって、よし私がやっちゃおうってのもできるわけですよね。はい。で、自分が好きな案件は自分でエントリーすることができます。本当におすすめなのがプレイングマネージャーとか制作サイドに回ることですね。だからただただ自分を使ってくださいっていう役者になるよりも、自分が上の立場に立って、そして人を使う側になる、そして自分で自分を使う、これができたら選ばれないんですよ。オーディションなんかほぼ受かんないですから、ほぼたくさんいるからライバル、ほぼ埋もれる。そうじゃなくて自分が使う側だったら自分で自分権利あるから採用できますからね。そうした方が、自分がいい役をもらえるし、活躍できる俳優に実はなれるというお話です。はい。はい、ということでここまでね、活躍できるシニアのタレントの6個の条件をちょっと解説させていただきました。最後にですね、ミドルシニア世代過ぎるとですね、誰もあなたを育ててはくれない、
投資もしないっていうのが分かったと思います。なので自分でしっかり学んで自分でプロデューサーになっていったり、自分でじゃあさっき言った6個の条件 SNS を伸ばすなり、プレイングマネージャーになるなり、中堅事務所を探すなり、自分でやっていくんですよ。これが本当に大事です。はい。ただね、じゃあ自分でやるって言ってもどうやってやってればいいかちょっとまだ分からないなっていう方もいると思います。そんな方のためにですね、ちょっとこう MJ の個別コンサルの案内をちょっとだけしようと思います。はい。40代以上で芸能を目指す方向けに、MJ がコンサルティングをしますよと。どんなことやるか、あなたの強みとか武器とかを、MJ が探したり、一緒に話して探したり、どういうブランディングでいきましょうとか、どういう方向性で芸能活動をやりたいですか、あなたの武器だったらこういう方向性の方が仕事取りやすいですよとか、そういったことを、まあ、MJ がコンサルをしますと。はい。まあ、MJ の強みは、日本で唯一芸能事務所の経営もしながら YouTube、TikTok、コンサルの会社もやってる、これ MJ しかいないんですよ。正直芸能と SNS 両方できるのはもう日本で唯一 MJ だけです。TikTok も芸能の解説をやってフォロワー7500人 MJ が一番多いんですよ。 YouTube も、3000人近く、登録者がいますと。大手の芸能事務所は SNS 伸ばせないんですよ。これは MJ がもう YouTube めちゃくちゃ学んで SNS めっちゃ学んだからこそできることです。で、芸能 ×SNS 両方強いのはもう MJ だけなんで、そんな MJ のコンサルを受け入れることができたら、まあ、この動画を見てるあなたも、芸能界での、まあ、MJ が結構知識を持ってるっていうのは、おそらく TikTok とか他の動画を見ていただいたらわかると思うんですよね。その持ってる知識の中で、いろんなことを教えられますし、はたまた皆様がどうやったら有名になれるのか、どうやったらフォロワーが増えるのか、どうやったら SNS 伸ばしていけるのか、まあ、実際に42歳の女性の方を、あれですね、3ヶ月でフォロワー1万人達成させたりとか、まあ、はたまたですね、55歳の方がいて、もう本当に何もできないような生活保護をもらってるみたいな方だったんですけども、MJ が採用したら、なんと、この銀の盾を持ってる YouTube チャンネルなんですけど、1000万再生超えたり、TikTok も1000万再生超えたりみたいなことをやってるわけなんですよ、MJ が。はい。なので、正直、40年とか50年生きてきたら、絶対何かしら強みあるんですよ。MJ なんか、まだ29歳なんで、まあ、29歳の MJ よりも10年以上長く生きてる、皆さんの方が絶対 MJ より強み多いんで、そういうのを探して、その強みならこういう風にやればこう活かせますよっていうのを教えられます。はい。ちなみに MJ は普段は企業向けのコンサルを1時間3万3000円でやってるんですね。はい。で、もしくはこう1ヶ月60万円とかで今大手企業の、運用代行をやったりしてます。これ化粧品会社ですね。大手の化粧品会社の YouTube の運用を60万円でやってたりします。はい。もしくは個人事業主向けに、YouTube のコンサルとかを1時間3万3000円とかでやってたりします。はい。ただね、今回は特別に、この動画見たよって方ね、限定で、初回1時間だけなんですけれども、5000円で、やってあげようかなというふうに思います。はい。概要欄に MJ の LINE があるので、そこ友達追加していただいて、連絡、コンサル受けたいですって連絡いただければ、本来3万3000円のところ5000円で、やりたいと思います。これ割引の理由なんですけれども、まあ、SNS を普段から見てくれてる方への感謝の意味ですね。最近 MJ TikTok も7500人いて、YouTube も3000人いて、あ、総フォロワー1万人超えたじゃんと思ったんですけど、それって絶対今動画見てくれてる皆さんのおかげなんで、今見てくれてる皆さんいなかったらフォロワーって増えてないんで、だから何か感謝の意味を込めて何かやりたいなって思ってたので、今回ちょっとこう割引しようかなって思いました。はい。そしてもう一個ね、シニアのタレントでちょっと戦力になれる人が欲しいなっていうのが MJ ちょっと思ってて、じゃあなんかコンサルしてる中でいい人いたら、じゃあなんか MJ がちょっとこうアドバイスして育ってくれたら、じゃあ仕事振りますよみたいな、そういう関係も作れるのかなって思って、ちょっと今回、割引っていうのをやりました。はい。まあ、正直そのコンサルとかは必要な人だけやればいいんで、もしなんか受けたいなって思った方だけ LINE から連絡いただければなというふうに思います。はい。あとね、最近 MJ ちょっと事務所の方針を変えようかなと思って変えたんですよね。MJ のちょっとこう目標が日本一の芸能事務所を作りたいなって思ってるんですよ。で、MJ はもともと正直その、まあ、さっきも言った理由で40代以上ってなかなか投資の回収が難しいって思ってたんですよ。だから20代中心でそのタレントを集めててこうマネジメントとか仕事振ってたんですけど、途中で気づいたんですよ。あ、やばい、20代の方だけ多くて、 MJ29 歳で社長をやって、事務所作ったら偏るなと。20代だけのその偏った考え方になってしまうのって企業としてまずいよなってちょっと気づいたんですよ。だから自分より人生経験の多い方の意見とかを聞かないと、自分が知らない価値観を知ってる人がその組織にいないと、なんかチャンスを逃すことに気づいたんですよ。実際に40代以上の案件来るときに全然一個もほぼ応募してなかったし、そこの
気持ちがちょっとわからなくて、仕事を取れなかったみたいな経験もあるので、あ、ここは MJ の弱いとこだなって思ったので、ちょっと方針を変えて、ここ40代とか50代の方もちょっとこう事務所に入れていきたいなっていうのを今ちょっと考えているところです。まあ、なので自分より人生経験の多い方の力が今必要と、そういうフェーズに今入っております。MJ も正直学ばさせていただきたいと思ってます。なんか偉そうに MJ が社長だえへんっていう感じは本当なくて、人生の先輩方の、芸能界に対しての考えとかも聞きたいですし、まあ、その方の人生経験を聞くと、まあ、MJ もあそういう考え方あるんだって成長につながるかなとかも思ってます。で、もう一個ね、プレイングマネージャーちょっと育てたいんですよね。シニアの仕事も来るんで、その演者もこうやってますと。で、ちょっとこうマネージャーもちょっとやりたいですみたいな方いたら、マネージャー頼みたいんですよ、MJ。ただ、そのなんだろう、芸能やったことないよみたいな人にマネージャーをやってもらうよりも、しっかりと芸能の中身を知ってて、自分も仕事したことある人の方がマネージャー任せて安心なんですよ、MJ。なので、プレイングマネージャーをちょっと育てたいなって思ってるんで、まあこれもプレイングマネージャー何でも何でもいらないんで、まあ2人とか3人ぐらいですかね。なんで、このプレイングマネージャーになりたいよみたいな方はね、早い者勝ちにはちょっとなってしまうんですけれども、そういう方もちょっと募集しようかなって思ってます。まあ、メリットは、MJ の事務所入って、実際、固定給、給料払いながら、マネージャーもできて、自分でもこう、仕事を見て、自分でも仕事を応募できるみたいな、そういうのがプレイングマネージャーですね。はい。まあ、そしてね、なんか、ただ一回だけコンサルというよりも、今後長く芸能とかお仕事で付き合いを続けていきたいなっていうのが、まあ正直な、意見です。いろいろ勉強もさせていただきたいですし、やっぱ一回のコンサルで終わりってすごいもったいないと思ってて、いい人がいたら、MJ 仕事をこう、キャスティングの案件を振ったりとか、そういう関係性が作れる方とね、一緒にお仕事できたらいいなって思ってるので、もしね、今日の動画を見て、あ、MJ さんのちょっとコンサルちょっと、受けてみたいなとか、自分の芸能の戦略ちょっと一緒に考えてほしいなって方いたら、ぜひ初回1時間5000円にするので、ここのね概要欄に MJ の LINE があるので、そこからお申し込みをお願いします。今日の動画は以上にしたいと思います。で、概要欄に LINE があるので、そこからねぜひお申し込みをお願いします。はい。そしてですね、一応これ初回1時間5000円は、ちょっと3ヶ月限定にさせていただきます。これずっとやっちゃうと、MJ が疲弊しちゃうんで、ちょっと今回フォロワー、総フォロワー1万人達成のお祝いとして、3ヶ月限定、なんで9月末までですね、に、お申し込みしていただいた方は、5000円でやろうと思います。ぜひそれまでにご応募お願いいたします。ということで今日の動画は以上にしたいと思います。ここまでご清聴いただき、ありがとうございました。